こんばんは、しょぼうです。文具と生活第131夜です。今回はトラベラーズノートの萌えポイントということで、メインチャンネルのショート動画で文房具の萌えポイントというのを4つ、5つかな出しておりまして、文房具の気づきにくい萌えポイントを上げて1分でお話ししている動画を作っております。それを今回は普通のね動画でトラベラーズノートを題材にお話ししていこうと思います。萌えポイントは3つあります。まずは1つ目、このカード、これここね、少し色が変色するわけですよ。当然使っていると。それのこのカードね、裏側もそうなんですが、この角の色のつき具合、これがね、燃えますよね。こちらのブルーはね、あんまり、まあ、黒くなることが多いので、ブルーだと分かりにくいんですけれども、ここはね、じんわり黒くなっているのと、多少擦れて白くなってるところとかもあり、こっちテカリが入っているとかね、こういったところがたまらないと。これ気づきにくい萌えポイントじゃなくて、皆さんが思っている萌えポイントだと思うんですが、これがね、まず1つ目、早くねこっちもね、できれば少し色落ちっていうかね、白くなってほしいなと思っておりまして、こういうね、この削れてるこういう感じ、こういう色でここの辺出たら超かっこいいだろうなと思っております。そのために何かはしませんけどね、わざと何かすることはないんですけれども、こういった角へたれてくるっていうのもありますね。ここちょっとこう落ちてきている、こんな感じが、まあ、たまらなく愛おしいわけです、というのが1つ目です。今回はこういう感じで進んでいきます。二つ目は、ここね、ここ。これ、ちょっとわかりにくいので外しますが、ここの凹み具合。ペンホルダーとか使ってね、ここに、まあ、ペンがあって、ガードされちゃってる場合、なかなか凹みにくいんですけど、少しずつね、ここがへこんできているわけですよ。これね、こうなってて、ここがへこんでくる。こちらも若干ね、若干こう、へこんできているわけですよ。へこむ内側に曲がってきているわけですね。こうね。これがたまらんのですよね、と思って。で、これ今、休日に持ち歩く方のトラベラーズノートなんですが、こう、まあ、スペーサー込みで4冊分ぐらい挟まっていると、ちょっとね、落ち具合が弱いんですよね。ここ、最初の方にメモ帳を挟んで、それがね、あんまり幅がないので、少しここ、影響出ているんですが、後ろ側の方は、このね、スペーサーがある関係で、あまり落ちていないんですね。なのでね、そのために減らしてもいい。もしくは、このスペーサーを短くしてもいいなと思ってて。この曲がり具合、最初のね、このイラスト、角とここね、こんな感じがいいっすよね。っていう風に思っております。こういうね、結局使い続けて変化していくことの一部が、もうめっちゃここね、今ペンを取ったので急激に曲がっておりますけど、こういうところがたまらんのですよねって思っております。そして最後はこれ、
今までは皆さんもね、結構思ってる人多かったと思うんですよ。あるあるに近いのかなっていう感じはするんですが、最後は私がじーっとトラベラーズノートって何がいいんだろうなって思ってにらめっこしていて気づいたことなんですが、知ってる人は知ってるともちろんね思いますけれども、このね、ここ川、ちょっとこれも撮りましょうか。これね、表紙側、表側、これね、こう表側と裏側、川の長さが違うんですよね。この折れ目の部分、切れ目の部分を背表紙の真ん中としたときに、え、まあこう開けばこの左右の川の幅が違うの知ってました？私ね、本当に先ほど気づいて、あ、これネタにしたろうと思ったんですけど、ご存知の方は、まあ、いるんでしょうね。いるんでしょうねって言い方あれですけど、有名な話なのかどうかはわかりませんけれども、これね、ちょっと外してみます、全部ね。よいしょ。ここね、ここ、この真ん中のゴムが通ってる切れ目の左右、これ長さ違うんですよね。実際に測ってみたいと思います。表側10センチ。裏側、これ、ね、微妙な話なんですよ。微妙な話なんですけど、10.2 なんですよ。これね、ちょっと無理やりやってないですよ。無理やりやってない。ここ、わかるかな？ちょっとね。よいしょ。ここね。あ、10.1 か。それしか違わないのかって言われると、その、お前のさじ加減じゃないかって思う。ちょっとね、この測ってるさじ加減じゃないのって言われるかもしれないんですけど、これね、明らかに違うんですよ。それでね、そのちょっとまあ厳密ではないですよ。もちろん厳密に測ってないですけど、1ミリ2ミリ長いんですよねっていうことで、これこの私のこのキャメルの問題なのかなって思ったんですけれども、もう一個ブルーの方もね、ちょっと行ってみたいと思うんですが、外してみまして。よいしょ、これね、ここまあいろいろね、個体差もちろんあるんで、こちらもうちょっとこうか、こう、まあ 9.9 ミリですよ、この切れ目までね。ここね、10センチでもいいんですけど、それに対してこちら、このぐらいでかな、こちらも11から12 って感じなんですよね。一応ね、ちょっと無理やりやらないでおきますよ。ちゃんと合わせてるつもりでいます。で、若干長いんですよ。で、その、意図的なのか、おおよそ、本来は真ん中なのかはわかりません。けれども、これね、ちょっと挟み直してみると、すごいね、違って見えるんですよ。私ね、今実際蒸気で測りましたけど、それで見てるよりなんだか左右差あるような気がしてるんですよね。ちょっと挟んでみますけど、よいしょ。で、こういう挟んでない状態、2冊だけ挟んだ状態ね、左右均等になるように挟んだ状態で真ん中を出した時にちょっとだけ後ろが長い。これもお前のさじ加減じゃないかって言われちゃうんですけど、若干ね、
後ろの方が長いのが、まあ、目で見てわかるんですよね。こういうところ、今回こういうところが燃えるなぁと思って、その、なんて言ったらいいんですかね。きっちりぴったりで作られてないところが、アナログ的で、もちろん革製品なので、ね、伸びたり縮んだりすることがあるんですよね。多分ね。そういうものの差なのかもしれないんですけど、なんかね、この、特にこうやった時の癖なのかもしれないですけど、その、この革のね、折りたたみの、こっちが長いのを、こう、頑張ってこう合わせるじゃないですか。頑張って合わせた時に、やっぱりちょっとこう、後ろ側の方が膨らんで見えるみたいなことがあり、この、なんでしょうね。きっちりぴったりもかっこいいんだけど、この少し緩やかな感じ。これ本当に私が持ってる2冊が、まあ1ミリ2ミリの違いですけど、ある、こうたまたまなのかもしれないですし、商品として、まあこう、曖昧に作るっていうか、この、手作業でね、やった時に、ずらしているのかわかりませんけれども、なんかこういうところも、なんでしょうね。揺らぎ的な感じ？これがね、何かを感じるんでしょうね。いいよなって思います。最終的に語彙がいいよなになってるのはどうかと思いますが、今回はトラベラーズノートの私が感じる萌えポイントのお話をしてみました。ここまでにしたいと思います。このチャンネルではこういったトラベラーズノートのお話、それから文房具に関する非常に細かいどうでもいい話をしております。これからも聞いてやってもいいよって思われた方、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてこのチャンネルは、書房の文房具の話というチャンネルのサブチャンネルとなっております。メインチャンネルもぜひご視聴ください。また、Twitter と Instagram もやっております。ハッシュタグ、書房図。ひらがなで、書房図で視聴者の方と交流しております。概要欄にメインチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、書房でした。